どうもこんにちは、自粛期間中なんですが、物欲はねやっぱりあるということで、今回はですねアフターグローという LED ランタン、 LED ライトになるのかな、まあ、これをねちょっと買ってみました。まあ、通常のねオイルランタンとかももちろんいいんですけども、こういったね LED ランタンの方が扱いやすいということで、僕はですね LED ランタン結構好きなんですけども、 Amazon でいろいろと見てるとですね、このねアフターグローっていうランタンなかなか面白いんじゃないかなと思って、ついつい手を出してしまいました。まあね、明るさはね正直期待してません。本当にねもう見た目だけで買ったようなランタンとなってます。まあこういう LED ランタンで言うとですね、今やっぱり人気なのはベアボーンズとか大体その辺だと思うんですけども、まああえてねそういうものを買わずに、ちょっと変化球で行ってみたいなということでこれを選んでます。まあこちらの LED ランタンなんですが、アフターグローというライトですが、ヤエイワーカーズというメーカーさんが作ってるそうです。この本体はですねアルミ合金でできてるそうなんですが、まあ、アルミ合金というだけあってね、どうでしょう、結構質感がいいと思いませんか。ただね結構ずっしりきます。重さはちょっとあるかな、重さどれぐらいあるんだろう。重さはですね電池を含めずに 140g ということなんで、まあ、電池を入れるとですね 200g いくかいかないかぐらいの重さなんじゃないかなと思います。ただこの LED ランタンなんですが、そんなね明るさはないんですが、まあ、この見た目のおしゃれさからでしょうかね、値段が結構高いです。4580円するんですけども、まあ、一番いいところとしてはですねこのランプシェードがついてます。でランプシェードがついてまして、こちらがですね本革のブラウンかもしくは迷彩柄というものが選べるんですけども、僕はですね本革にしました。まあ、僕自身ねレザークラフトやったりするからこういった革製品が好きっていうのと、このね革の質感がね結構いいですよね。まあ、裏側もねこんな感じになってまして、触った感じで、ね、本当に本革を使用してると思います。でこちらはですねここにカラビナがついてまして、当然ねぶら下げることができるようになってます。まあ、テーブルだったり地面に置いたりするような、置くタイプのランタンと、こんな感じでね吊り下げるランタンっていうのがあると思うんですけども、まあ、よくあるランタンだと、こんな感じになっててもこの下にですねまだちょっと土台があったりとかして、真下はねなかなか照らすことが難しかったりするんですよね。まあそういう意味ではこういう風に真下を照らせるタイプっていうのは珍しいんじゃないかなと思います。で特にこの電球型ですよね、電球型っていうのもあんまりないし、こういったランプシェードとねセットになってるっていうのも、なかなか珍しいものなんじゃないかなと思います。でベアボーンズとかと違ってですねこれは電池式なんで単4電池をね3本使います。そこに関してはね好き好きが分かれると思うんですけども、充電式じゃなくて電池でも問題ないよという方であれば、これもね全然使い勝手はいいんじゃないかなと思います。まあ防水レベルとしてはですね、生活防水っていうことで、そうだな、まあちょっと濡れるぐらいだったら大丈夫だと思うんですけども、まあ、なるべく濡らさない方がいいような感じでしょうか。まあ、ルックスはこんな感じになってまして、明るさはね80ルーメンしかないのでそこまで明るくないです。まあはっきり言ったら暗いって言った方がいいのかもしれないんですけども、この見た目ですよね。なんかこうみんなベアボーンズ使ってるから別のものが使いたいっていう人とかですね、なんかこうポストベアボーンズみたいな感じにこれがもしかしたらなるかもしれないなと思ってるんですけど、どうでしょう。さあということで夜になりましたので外にやってきました。このライトがねどれぐらい明るいかっていうのは、まあ、夜やってみないとわからないので、まあ、ちょっとね早速やってみたいなと思います。今ちょっと暗すぎるんでスマホの明かりでやってますが、ちょっとやってみますね。さあどうでしょう、そんなにね明るくないのがわかるかな。ソロキャンプやるには十分なんですけど、うん、すごく明るいかというとそうでもないというような感じです。試しにね LED ランタンつけた場合、 LED ランタンつけるとねこれだけ明るいです。なので、まあそんなにね明るさがないっていうのは、まあこれでわかるかなという感じがするんですけども、ただですよ。ただソロキャンプやる分には十分じゃないかなと思います。
さあ3つの明かりをつけてみましたがいかがでしょうか。まず上からぶら下がってるのが今回買ったランタン、左にあるのがデイツのランタン、結構大きいやつですね。で、右側にあるのが LED ランタン、これは前から使ってるやつですけども、無段階調光ができるやつになってます。これが一番暗いバージョンですね。分かりづらい、分かりづらいのでちょっとこの辺どけます。ちょっとね3種類を比較してみましょう。テーブルがありまして、テーブルの上には、水を置いてます。ペットボトルの水を置いてるんですが、まずこれがですね今回買ったランタンになります。こうしてみると今回買ったランタンでも、まあ、そこまで明るくはないんですが、まあ、これでもね十分なのかなという感じはします。特にソロキャンプであればですね、そこまで明るさっていうのは求めなかったりすると思いますので、まあ、サイトの中で夜のんびりするというぐらいのものであればこのランタンでも十分なのかなと思います。まあ、よくある感じでですねテントの中で寝るときに上からぶら下げる用のライトとして使えるかなというのもちょっと考えたんですけども、これだとね明るすぎると思います。なのでやっぱりそうですね、起きてる時に使うライトという感じでしょうか。でこのライトに関してはですね、見た目もねバッチリかっこいいので、まあ、新しいランタンを探してるというような方にはですねこのランタン結構ぴったりなんじゃないかなと思います。で電池としてはね15時間ぐらい持つということだったので、まあだいたいキャンプ2回分ぐらいですかね、2回分ぐらい持つので、まあ、それも十分じゃないかなと思います。まあ、これですね何個か欲しいなと思ったりもするので、よく言えばですねもうちょっと安いと嬉しいなと思ったりします。動画の一番最初の方で、このシェードがですね本革でできているというお話をしました。ここにあるのがですね僕が以前作った、CB 缶カバーと、あとこれなんだっけ、スライドガストーチか、それのカバーなんですけども、これと比べてもですねかなり質感がいいのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。この辺はですねまさに本革という感じなので、革製品が好きという方にも、このランプシェードはおすすめできるんじゃないかなと思います。でこのランタンですね、ランタンの電球、この部分がガラスだとやっぱ割れると思うんですね。すぐ落としたりするとすぐ割れちゃうんですけども、これはですねポリカーボネートでできてまして、わかるかな、プラスチックですよね。なので、まあ、少々ね落としたぐらいでは大丈夫じゃないかなと思います。で Amazon の商品ページだとこれを踏んづけてました。踏んづけて、まあ大丈夫でしょってことをやってたんですけども、さすがにねそれやるの怖いのと、あのちょっとねちっちゃい文字で真似しないでくださいって書いてあったんですよ。なのでちょっとねそれはあの勘弁していただくとして、今回はねこれを落としてみようと思います。まあ落とすのも怖いですけどね、まあ、例えばこういうところにあったとして、いきますよ、割れたらどうしよう、ほい、大丈夫、うん、ああ大丈夫ですね、大丈夫だけど怖いなこれ。微妙にちょっとここにちっちゃな傷がついたかなっていうぐらいなんですけども、まあだいたいねキャンプするときって下がね芝生だったりとか土だったりすると思うんですよ。なのでまあこっちの方がね現実的かもしれないですね。これぐらいの高さから落としますよ、大丈夫、大丈夫なんだけど怖いなマジでこれ。じゃあ今度は自分の高さぐらい、まあこれぐらいの位置でつけることってありますよね怖い怖いけどいきます、はい、落とすのが下手くそだったんでもう一回行ってみようと思います。難しいなこれ、ほっ、大丈夫ですね、なんか地味だな、ほっ、じゃあもう一回行きます、ほっ、
やっぱり大丈夫です。であとですね、レビューであった意見として、あのここ引っ張るんですけど、引っ張って電源オンオフするんですが、これがね硬いという意見がありました。まあ確かにちょっと硬いんだけど、この本体がですねある程度の重さがあります。で電池も入るので、やっぱりねここがすごい緩いというか、簡単にオンオフできちゃうと、多分ねすぐ誤作動を起こすというか、こうやってやった時に切れちゃうとか、そういったことになりかねないんで、だから多分ねここ固くしてるんだと思うんですけども、まあこれぐらいの硬さだったら全然大丈夫じゃないかなと思います。ただこの本体を持ってこう引いちゃうと、やっぱこの辺にね力がかかっちゃうんで、やっぱこれ紐を持ってオンオフするっていうのが、まあ、正しいやり方なのかなと思います。これだとねやっぱり結構力が入っちゃうんで、この辺とかもね揺れましたよね。うん、なのでまあまあちょっとめんどくさいですけど、そうですね、この紐を持ってオンオフするということが必要じゃないかなと思います。ということで今回は野営ワーカーズさんのアフターグローという LED ランタンをご紹介しました。まあ、これを LED ランタンと言っていいのかどうかはちょっとよくわからないんですが、まあ、ちょっと電球式ライトって言った方がいいのかな。まあ、そんな感じなんですけども、まあ、やっぱりね一番の特徴はルックスだと思います。明るさはね夜の映像を見ていただいて、まあ、これぐらいあればいいかなという感じだったりするんですけど、まあ、ちょっと暗め、まあ、暗いんですけども、それを補ってあまりあるこのルックスですよね。これに惹かれるという方は結構多いんじゃないかなと思います。実際僕も Amazon で見てですね、すぐ買ってみようという気になりました。まあ、こういった LED ランタンというとですね、充電式のベアボーンズなんかが人気ですけども、それとは違ったものが欲しいという方や、ちょっと変わったランタン、かっこいいランタンが欲しいという方にはこれはベストな買い物なのかもしれません。まあ、充電式じゃなくて電池式っていうのが、まあ、使う人によってはどうかなという感じではあるんですけども、バッテリーの劣化の心配とかがないっていうのも、まあ、電池式の魅力だと思うので、まあ、これはこれでありじゃないかなと思います。ということで今回は野営ワーカーズさんのアフターグローをご紹介しました。概要欄の方にですねこの商品の URL を貼っておきますので、気になる方はぜひ見てみてください。それでは